エシティは、スウェーデン・ストックホルムに本社を置き、世界約150カ国でパーソナルケア用品の製造、販売を行う多国籍企業グループ。日本では、ユニチャームとの合弁により、テーラのブランド名で事業を展開している、ナスダック・ストックホルム上場企業。2017年6月15日、パルプ、製紙会社のスベンスカセルローサの パーソナルケア用品部門が IPO を認められ、設立された。販売ブランドとしては、テーナ、トーク、ロイキプラスト、リベロ、リブレス、ロータス、ノサウトラス、サバ、テンポ、ビンデ、ゼワなど多数を持つ。ST の前詞は、パルプ、製紙会社の SCA が1975年、ヨーテボリに拠点を持つパーソナルケア用品大手のメンリッケを買収したことに始まる。 SCA は、その後、1995年に、ドイツ・バイエルン州に拠点を持つパピア・アブルク・オールドハフ・アショフ・フェンブルクを、買収、2004年、アメリカ合衆国、テネシー州のインターナショナルペーパーから、ティッシュペーパー、パーソナルケア用品部門を、買収、2007年には、プロクターギャンブルから、ヨーロッパ地域のティッシュペーパータオル事業を買収した。また同年から、 中国のティッシュペーパー製造業者のビンでの株式取得を進め、その後韓国や東南アジアでの事業をビンでに統合する形で事業の再編成を行い、この過程で SCA はパーソナルケア用品の世界大手に成長していた。日本ではユニチャームとの合弁企業であるユニチャームメンリッケ株式会社が1997年に設立され、 テーナのブランド名で排泄ケア用品の事業を行っている。同社は東京に拠点を持つ。テーナは1970年代以降、SCA の尿失禁用品のブランドとなり、メンリッケのブランドとされた一時期を経て、現在は、エシィの尿失禁分野のブランドと位置づけられている。ありがとうございます。